ただいまより記者会見を始めさせていただきたいと思いますので、その前に一つ注意をさせていただきたいと思います。皆様の携帯電話があるかと思いますので、ぜひとも各位来宾大家早，欢迎の皆様，こんにちは。この度台湾の州大館文教基金会が主催するがんなどの病気や障害と戦う子どもたち及びその家族などからなる命の投資訪問団一行24名が昨日来日し、7月27日まで日本に滞在して日本の子どもたちを励ます交流を行い、命の大切さ、命の尊厳を歌って人類の真心な愛を共に考える活動を行うことは大変意義のあることです。州大館君のご両親である修身家各英蘭夫妻によって設立されました。州大館君は小児がんを患いながらも最後まで前向き生きました。州大館基金会は自己の命を愛し、他人の命を尊重し、地球の命を大切にすることを提唱し、音楽演奏などの交流をして、がん患者やその家族などを励ます活動を続けているほか、各国の慈善者を表彰する活動を行っています。本日会場には州大館基金会が主催する第14回命の愛する賞を受賞した吉岡達也さんにお越しいただきました。そんなな状況の中でも常に前向きな気持ちを忘れず、夢に向かって進む姿は人々に感動と勇気を与えます。それでは命の投資訪問団の日本での活動を成功と、皆様のますますのご活躍を記念して、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。今天非常感谢主办单位邀请我来参加财团法人朱大光援教基金会的记者会，也衷心欢迎各位来到立陶。对于各位在此立台关系大为发展的时期来到立陶做如此有意义的访问活动，本人再次表示诚恳的欢迎。最后祝贺立台双方的理解及往来更加深入、更加频繁，祝大家身体健康，谢谢。我是周大官的父亲，他在疾病的过程里面，人的天灾疾病都没办法避免的，他在面对生死的搏斗，所以说因为他的故事，我们创办了全球热爱生命奖章，目前来讲已经有46个国家274位，包括吉冈达尔来得我们全球热爱生命奖章。那我们今天会在这个各位的见证下颁发全球热爱生命奖章。那今年的10月21号，吉冈达尔会坐他的和平船到基隆港，那我会安排我们的第一位终身志工，也是我们中华民国的总统马英九先生登上和平船，来跟我们吉冈达尔致上最高的敬意。那今天我们来的生命斗士，他们都会用他们的音乐是国际的语言，用音乐来表达台湾的爱、日本的情、
世界的和平。接着我们颁三个感谢旗，接着我们就今天的主角颁我们的全球热爱生命奖章。第一个，我颁给我们的自治代表处啊，生命无价，人间有爱，我们给沈代表，是，谢谢。所有的人，所有人都想要第一个到达，你不会落后，不要害怕，用青春出发，你是这世界上最特别的花，每个人每个人都是种自在发芽，这朵花成长一定会绽放开花，海水灌溉就让色彩留下，賞をいただいてですね、本当にあの光栄に思っております、ね、本当に命の闘士の皆さん含めて、来日されてですね、今度は、まあ、命の対話っていうんですかね、本当に、日本の、子どもたちとそれから命の闘士の皆さんが本当につながり合い、あの触れ合うことでですね、また、その大事な命を守るエネルギーみたいなものをが生まれていくんではないかと大変期待しております。あのこの集大館文教基金の会の皆様とはですね、1999年の9月にですね、一緒にそのなんていうんですか、文化交流だとか同じですね、小児がんを持った親の会として、あの文化交流であるとかですね、公益に関することの交流をですね、積極的にやっていこうというですね、まあ、姉妹契約というんですかね、仲良くやっていきましょうという契約を結んでございます。